花尾義郎の漫画魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。いかがですか。お願いします。今日は 白黒になってますね。なんかね、白黒って言うとなんかね、うん、いや今日はほら待ちに待った美女お二人をお迎えして、ね、珍しいよ ね、 ね、あの女性の方大体ね、女性の方自体がね珍しいもん、ね、もうくたびれ、もう先週からくたびれたじいさんばっかりだから、ね、怒られちゃうから。そんなことはないですけど、でも九州つながりですよ ね、 今週ね、うん、男臭い。先週はやっぱりね、うん、九州男児3人、熊本、福岡2人ですよね。あの ARB のね、白浜さん、ね、はい、とあと小山拓司さんね、あれはあれで面白かったよね。面白かったですよ、うん、九州弁ばっかりにはなんなかったけど、標準語だけはお願いします。クレームが来るのということでですね、はい、ブルーローズのお二人です、はい、イエーイ。こんにちは。こんにちは。なんかやっぱりいいよね、華やかでね。華やかですよ、本当に。もうなんか ね、 ね、柔らかい感じで、もう鼻の下が長くなっちゃってね。本当ですね、うん、素敵なお二人ですけども、今回熊本からということでです ね、はい、まず自己紹介していただきましょうか。まずは、はい、はい、私がブルーローズの、美奈子です。古庄美奈子と言います。よろしくお願いします。古庄美奈子さんですね、はいはいはい、私がブルーローズの恵美、上田恵美と申します。よろしくお願いいたします、はい、よろしくどうぞお願いいたします。あのオカリナって言いますと、まあ、オカリナあの奏者の方というのは、あのこの番組、まあ、14年ぐらいやってるんですけども、初めてなんですけども、オカリナ自体はね、僕はなかなかその、あのもちろん知ってますけども、今この目の前に置いてありますが、これね、あのラジオお聞きの皆様はね、あのちょっと動画今撮ってますけども、うん、美しいですよ、ね、こんな美しいものがあるってびっくりしましたよ。この種類もたくさんですね。そうですね、はい、これは伊万里焼き、伊万里焼きですよ。特別なものを持ってまいりました、ねね、すごく素晴らしい、国宝クラスですか。そうですよ、本当ですよ。これはちょっと説明していただけますでしょうか。はい、いろいろ種類がありますが、そうですね、あのまずあの小さいものから大きいものまで、はい、本当はもっと大きいものもあるんですよ。そうです、ね、そうですか、はい、20何キロまであります、でもどうやって吹く、大体楽器台に置いて、ね、置いてあるラインナップとしては7種類ぐらいが基本でございますけど、そんな種類があるんですか、はい、でもやっぱりその太鼓の台みたいなところに乗っけて、もう持てない大きさのもののオカリナとかもありますし、やっぱ低い音が出るんですか。そうですね、ちょっとブルーローズっぽくないので、私たちはあのそうです、真ん中から上当たるようなものにかっていう、はい、ブルーローズってあの青いバラのオカリナありますが、これは特注なんですか。はい、もうこの度特注で作っていただきました。伊万里の方に、うん、畑満桃園さんっていうところがあるんですけれど、うん、そちらの方であの特別に作っていただいたものになります。そうなんですね、どっちもこう、ね、あ、これすごいですね、これどういう、ね、それ両方とも音がやっぱ違うんでしょう。あの1本ずつ音色が違うので、はい、全く同じものはないんですよね、焼く温度とか。なるほど ね、 ね、微妙に。それは耳で合わせる感じですか。そうですね、もうすごい、ちょっとだけ音ちょっと聞かせていただいていいですか、ね、これがいいですかね、バラのやつ。古庄さんのやつは、はい、ほう、はい、あ、微妙に違いますよね、微妙に、もうね、うん、なるほどね。今回ね、アルバムを出されてですね、はい、このタイトルは何でしょうか。はい、イタリア語なんですが、はい、アデゾロミーア、発音が合ってるか分かりません、はい、アデゾロミーア、はい、そうですね、
テゾロミア、はい、テゾロミア、あ、テゾロミア、はい、これはどういう意味なんですか。あの、私の最愛の人へ、人へっていう、はい、ミーオっていうのが、あの、はい、通常多いらしいんですけど、うん、ミーアになると、うん、あの、小さなペットとか、うん、もう男性女性限らず、うん、あと広い範囲の、はい、ミーオになると本当に私の恋人限定になるらしいんですけど、ミーアになるともう人間みんな、まあ、植物も人間愛みたいな、はい、ね、広い意味の愛っていうことですよね。はい、そうですね。はは、これはまたね、華やかな、これどこで撮られたんですかこれ。ねえ、これですね、あの、うん、熊本の、熊本、はい、熊本ご出身ですね。あるんですよ。そうです、あの、三隅っていう、あの、世界遺産の三隅港で、西港で撮りました。あ、なんか海外でね、撮られたような、ね、はい、洋館になりますね、浦島屋さん、はい、そうですね、はい、うん、まずね、この中から1曲、あの、はい、お届けしましょう。ありがとうございます。トラック6になりますね。これ、はい、遊びにいらっしゃい。
はい、イエーイ、ありがとうございます。心がね、ほっこりしますよね。うん、今のこの時期ね、特にもう本当にね、あのね、オミクロン感染者ばっかり毎日言ってるのはね、ほっこりするよね。本当よ、わかりない。もうなんか意外痛くなりそうだもん ね、 そうね、テレビ見てると毎日毎日だからさ、そうですね、うん、なんかやっぱこういうね、音楽でこう癒されるっていうね、うん、あの僕らはやっぱそういう役割ありますよ ね、うん、で今回あの10年目になりましょうか。はい、ね、そうです、今年10周年を迎えます。ほうほう、で普段は熊本とか九州方面でなんかあの活動やられてるんですか。そうですね、大体、まあ、あの九州方面が多いんですけど、はい、まあ、あのいろんなところを出向きます。うん、はい、ね、あのクラリネットでそのカーネギーホールでやられたっていうね、ことも、オカリナでも出てるんですよ。カーネギー私2回出てる。あら、まあすごいですね。そうなの。そうなんです。へ、向こうの反響とかっていうのはどんな感じなんですか。もう本当にあの正直に皆さんスタンディングオベーションっていうか、うん、そうなんだ。日本とは全然違いますね、海外は。ノリがどがもこがもなかろうもんっていう感じ。最初からそれ気に入ってます。気に入ってますね。本当に、うん、そうなんだ。韓国、中国もフェスにあの行かせていただいてるんですけど、もうすんごいんです。日本よりファンは多いです、ブルーローズの。うん、あらら、やっぱほら言葉じゃなくて音でね、そうで伝わるのがすごく、うん、歌は今の例えばその、はい、日本語で歌ったりもするんですか。日本語で歌うんですよ、はい、僕もね、ロンドン行った時に日本語で全部通しちゃったんですよ。私もそうですよ。そう、でそうするとね、向こうの人はね、声質とか、うん、メロディーだったりそういうので僕らがほら英語わかんなくてあの、うん、洋楽聴いてたと同じように、うん、あの聞いてくれるんで、結構ね、ロンドンの人たちってなんかこうすごいこうちょっとシャイなんだけど、だんだん輪がこう広がってきて、あのギターケースの中にお金がどんどん入ってくるのね。だからちゃんと聞いてくれるんですよね。うん、ですよね。だから、うん、それはね、あのメインはあの震災のね、あの要するにチャリティーだったんだけど、メイン の、 あの会場はね、それでやったんですけど、ストリートとかもやったんですけど、海外のことだってまた違いますよね。そうですね、もう全く反応が違います。正直ですもんね、やっぱりね、うん、アジアも、うん、もうそれで向こうは規制があまりないので、うん、スマホ片手にもう前まで迫っていらっしゃいます、皆さん、うん、とか、あの iPad とかでガーッとずっと撮られてます。撮り放題ですね。でまたほら、こういうこうドレスがドレッシーな感じのね、あれするからやっぱりほら華やかです、華やかなね、感じがしますよね。ちょっとでもこう綺麗に見えるように頑張っております。これね、あの後で写真撮って、あの Facebook とかあの動画にも出しますが、このオカリラのね、素晴らしいよね。伊万里焼とかあるんだ、木のやつとかもある。はい、木はあのコカリナってちょっと名前が違うんですけど、コカリナ、はい、ほほー、まあ、あの木とだいたい石というか陶器、そうですね、音色がやっぱり違うでしょうね。暖かい、よりこう木になると暖かい感じが、素朴さがね、増すというかですね。なんでオカリナ、あれよく聞いてくださいましたって感じです。なんでオカリナにあるんですか。ね、いやもうラジオで、ね、ネットでこう言ってもいいものか迷いましたけど、うん、実はここ、うん、指定関係にあるんですよ。あ、そうなんですか。でもうみんな熊本の人は知ってますけど、ここですね、はい、年が随分離れてまして。あら、まあ、そうですか。あ、そうなの。私家庭教師をしてたんですよ、エミさんの。エミさんの、それで出会いはね、もうクラリネットを教えてたんです。そうですね、そうなんだ。それで、まあ、クラリネットって、まあ、オーケストラだけの楽器みたいなイメージがあるので、これ長く音楽続けていくにはクラリネット結構圧もかかりますし、口に。で、入れ歯になったって吹けるものってないかなと思ったわけですよ。それでオカリナをちょっとやってみたら、ハマってしまいまして、それで私がやってるのを見て上田さんも弟子入りしたというですね。オカリナもまた私のとこに通い出したという。そうなんですか。はい、
深い出会いです ね、はい、だからもう何十年って言ったらちょっと年がバレちゃうの で、ね、でも本当に出会ったのは14の時なので、それ言うから一緒です。14の小娘を騙して他にありあ本当いやもう家庭教師したって言ってんのに、そこで年言ったら分かりますね。いやもう俺たちぐらいになったら年とかどうでもいい関係ないですね。全然まだ余格さ年やらか言ったらね、俺言われんもんだって67よ言ってみちゃう、信じられないよ、ね、本当に、まあねね、もう目指します。へすごいね、そういう関係ででもね、そういう出会いがあったんですね、うん、でなんか先ほどちらっと聞いたんですけども、はい、あのマーティ・ブレイシーさんのね、はい、あのここにもラジオにも来てもらったことあるんですけども、なんかその女性のバンドのコンテストみたいな、はい、これ何て言うの、毎年やってるのね、ビバンジョコンテスト、美しいバンドの、うん、女と書いてビバンジョ、うん、ビバンジョっていう、はい、ビバンジョコンテストっていうものが第7回まで行われてまして、うん、私たちが7回目の優勝者になるんですけど、優勝したんだ、はい、ブルーローズではなくブルーローズ2人入ってますが、うん、アンダンティーノというバンド、ま、はい、オカリナトリオとピアノですね、そうなんです、うん、あその頃からもうオカリナだったんですね、そうです、1999年に、うん、あのやり始めまして、うんうん、20周年記念に出演してみたら優勝したという、うん、すごいよね、はい、そこでつながってるんですよね、そこで菊田俊ちゃんと、うん、菊田さんはブルーローズの方が先かもしれません、はい、そう、はい、なんであの熊本に、うん、あの来ていただいてる福岡に菊田さんがいらっしゃる時に、うん、あのライブで、はい、私が見に行ったのがきっかけで、うん、名刺代わりにあのこれセカンドですけどファーストアルバムをお渡しして、うん、でそれをなんか気に入ってくださって、うん、そうなんですか、はい、それから毎回ライブ見に行くようになって、ああなるほどね、はい、そうなんですね、それで今回もね、あの、はい、菊田俊介さんもこれ入ってますよね、はい、これはちょっと、これを聞いてみますか。わあ、ありがとうございます。菊田俊介さんギターで、古翔さんが、はい、歌っています。歌っていうことですよね。はい、このうつせみっていうあのタイトル、これ出ますか。トラック12なんですけども、それをちょっと聞いてみましょう。
はい、ありがとうございます。これはまた素晴らしいじゃないですか、ね、綺麗な声で、いやいや、もう正座して聞きましたよ。ね、透き通るような声とはこういうね、いいよね、ありがとうございます。またこのね、菊田さんの、あのアレンジもね、はい、素晴らしいよね。素晴らしいですね、いいですね、これいいですね。それで、あの実は今回ね、あのそうです、レコーズライブをね、うん、あのいろんなとこでやってこられたと思うんですけども、はい、今までどういうとこでやられましたかね。もう結構まだあの九州、まあ私たち九州が中心なので、はいはい、中心に動いておりまして、なるほど、はい、福岡、うん、福岡熊本、あ、福岡熊本、はい、それで、明日は東京のレコ発ライブ、はい、これぜひね、はい、あの、うん、宣伝 しようと思いますが、はい、場所はどこでしょうか。はい、恵比寿 の、うん、あのアートカフェフレンズ恵比寿というところです。なるほどね、はいはい、これ時間がお昼ですね。お昼、はい、お昼だからちょうど来やすいですね。来やすいですよ、なんかね、何時、はい、12時オープンのスタートが、はい、1時30分、13時30分、はい、13時30分ということでね、はいはい、お昼のひとときをですね、ランチをしながら、ぜひ来てください、これ、うん、遊びにいらっしゃいだね、うん、サブタイトル、ぜひぜひ遊びにいらっしゃいということで、ぜひ ね、来ていただけますか皆さん。東京は初めてやられますか。はい、ブルーローズでやるのは初めて。なるほどね、これなかなかね聞けるあれじゃないけども、あのぜひね、明日は、うん、お昼ね、菊田俊介ゲストで、うん、そうなんです、はい、はい、コラボしてる、ゲストです。なるほどね、菊田俊介と、はい、あのあとさんと、はい、あとはピアニストの錦戸博之さん、はい、はい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 、この方も福岡から駆けつけて、福岡の方ですか、はい、あ、そうですか、うん、わー、すごいね。いや、ちょっと僕らも応援行こうかね。行きます、ありがとうございます。3人で行きます。青って言っていいよ、いきなり言うよ、青って言いながら入ってます、素晴らしいかなんかから、アウトって言われちゃう。いや、でも楽しみですよね、ライブね。あ、それね、あの、いいですね。行きましょう、行きましょう。今日はね、急遽っていうか、あの生演奏をね、うん、していただこうと思うんですが、はい、じゃあそのオカリナの、音色をね、はい、お楽しみいただきたいと思うのですけども。タイトルをね、どうしましょうか。うん、何ていう曲、ね、まずはしっとり、うん、しっとり、ね、しっとりいきますか、うん、はい、じゃあ皆さんのよくご存知の、うん、はい、アメージンググレイスをブルーローズがやるとどうなるかということで、ちょっとやってみたいと。楽器も2種類違うものを重ねてみます。ちっちゃいものと、はい、ノーマルな、これね、あの後で VTR ね、うん、あの撮ってますんで、うん、後で、ご覧になったらいい、あの本当に、はい、素晴らしいと分かると思いますが、ね、はい、ね、ソプラノ F 管と、はい、アルトの C 管で、はい、重ねてみたいと思います。はい、それではアメージンググレイスです、はい、お聞きください。
そう、なんだろう、こうなんかこうこういうあの心がね懺悔する気持ちになりませんか日々の構造汚れてしまった、すいません汚れた吉野でございますみたいな昨日も飲みすぎてすいませんとかそんなですかあるよね、もう本当ね、本当綺麗ですね、でもね、ありがとうございます。やっぱりなんだろう、このちょっとこうなんていうかな、このあったかい音っていうかね、うんうん、なかなか僕あの初めてですよね。そうだね、こうやってね、そういうの間近で聞かせていただいたの、うん、これはあのあれですかね、その、うん、2人であのやられるのと、はい、活動としてはそれぞれがやられるのがあるんですか。はい、もうあの実は熊本出身なんですが、今、うん、彼女はあの福岡に住んでるんです。あ、そうですか。なので、まあ、行ったり来たりしながらやってますけれど、うんうんうん、まあ生徒さんたちがたくさんいたりするので、個人個人の活動も教えたり演奏したりっていうのが個人個人あります。もう一つでも、うん、実は同じ会社をやってまして、うん、NPO 法人熊本オカリナの会というものをやっております。それの、上田さんもあの理事、うん、私も理事 で私があの理事長を務めさせてもらってるんです。理事長、そうなんですよ名前ばかりの理事長したらもうこれ そ弱いんだよ、ね、超圧力したら名前だけに弱いんだよ偉い人とか言わない、偉い人というか、もうすぐ頭にペパブルするあ、でも あれでしょう、全国にオカリナ協会っていうのは別にあるんですか。そうですね、いろんなところであるんですけれど、そうなんだ、もううち の会員さんも100人近くいらっしゃるの で、 すごいです、全国にわたっていらっしゃいます。すごい、はい、すごいね、すごいね。そう、宗派とかあるんですか、この先生の。いや、まあ、いろいろ、まあ、いろんな楽器がありますので、はい、なんですけど、まあ、私たちがちょっとこう認定講師、大沢聡っていう、はい、オカリナ奏者の認定講師をしていますので、はい、まあ、そういう、 こう世界中の方たちに向けて、楽器もそうなんですけどね、うん、はいはい、そういうのもあってカーネギーホールで出たり、うん、中国の大きなフェス、イタリアのフェス、うん、それから韓国のフェスにゲストとして、はい、招聘していた、なるほどね。なんかでもこの楽器も吹けなくても、ほら飾りじゃないけど、欲しくなるでしょ、綺麗だから。そうですよね、せっかくならば芸術品ですよね。なんか、まあ、中国人の人ってまとめて買いそうじゃない、なんか。そうですね。でもコレクターさんもね、やっぱりいらっしゃいます。はい、なくてもいいと思う、私。手書きですのでね、手書きだと一本、そうですね。素晴らしいね、オリジナルので作ってもらえる。いや、だからさ、オカリナって一つだと思ってたわけ。そう、このちっちゃなこの形しかですね。本当知らなくてすみませんね。本当ね。だからもうなんか、重くなくていいなとか思ったわけよ。それでもそんなそんなあるんだね。そうですね、壊れ物だものね、大事。そうなんです、割れたら、ね、はい、はは、これオカリナ持って酒飲んだりできないじゃん。できないですよ、とんでもないよ。落としたら大変なことがある。そうですね、すごいなと思って、すごいですよね、これね、でもね、ということでね、今日はブルーローズのお二人にね、はい、お越しいただいておりますけどもですね、はい、お便りもね、いただいてますよ。お便り行きましょう。これ、ね、久しぶりにね、ミキさんから来ていますね。博多の皆さんこんにちは。少し病気になり、なんとか気持ちが落ち着いている時間にメッセージを書いてるんで、今日の天気は分かりません、はい、あら、寝てるんですかね、2週間ほどメッセージも送ることができず失礼しました、とにかく今週が楽しみで、美奈子ちゃんに、エミちゃんのブルーローズですから、いらっしゃい、初出演おめでとうございます。ありがとうございます。2012年に聞き始めたこの番組に2人が出演する日が来たってことにめちゃくちゃ感激しています。今日は皆さんが作り出す素敵な空気の中で、リラックスして楽しんでくださいと、あ、写真もいつか過度な修正しないなら撮りましょう。どういうこと、これは。ビューティーアプリで撮って、ありますよね、ミキさんが白すぎるからビューティーあんまり加工はしないでっていつも言われるんですけど、そうなんですね、女性は大事ですよね、そのあたりは。私そのアプリは欲しい。ビューティーアプリとかあるんです。あるんです、はい、ね、口紅のなんかこう色も自然につけたりとかね、ビバンド
コンテストの話もできたら聞きたいです、うん、先ほどちらっとね、はい、聞いていただきました、話しましたね、はい、リクエストはありません、うん、好きな曲を好きなように楽しんでいるところを楽しみます、うん、大変な状況下ではあるけど、うん、明日のライブの盛況と成功を祈っています。ありがとうございます。しゅんさんによろしく、うん、あとキーボードの原デカ兄弟の大感動は、うん、まあいいや、あキーボードの、はい、お腹がでかいの腹が出てないですもんね、出てないね、まあいいやって書いてますけど、かなおさん今年はなんとか会いたいですね。そのために少しゆったりできる車に買い替えているところですもん。だって、あ本当車をデラックスの吉郎号って書いといてね、じゃあ前吉郎号乗ってた人いたんのよ、ね、そうそう、ありがとうございます。あれなんだっけ、ナンバーがね、うん、4460だっけ、うん、吉郎、うん、なんかね、そうそう、ね、すごいですね、うん、そういうのありましたけどね、ね、ね、九州ちょっと行きたいね、今年ぐらい、ね、ぜひぜひ、今年ぜひ行きたいですね、ちょっとひょっとしたらね、熊本は行ったことないんでしょう、かなおさん、ね、ないないんですか熊本、いやいや熊本ないっていうか、遊びには行ったことあるかもしれないけど、ライブはないかな。鹿児島はあったね。ですか。熊本はないかもしれないね。なんか素通りされちゃうんですよね、熊本。そうなんです。そう。いやいや、でも今便利ですから、ね、新幹線もね、うん。だから、うん、結構長崎とか行くのよ。だから、うん、まあいろんなね、私も熊本行きたい。ね、ぜひ、あ、じゃあもう企画しましょう。でも、ひばりさんに、はい、デビュー前について全国回ってるから、ね。ひばりさんで行ったんじゃなくてね、その熊本はね。うん、アイドルの子で一緒に行ったかな、名前出ないんでしょ、出ない誰だっけ、ちえみちゃん、堀ちえみちゃん、芸術劇場ってあるでしょ、はい、あります、そこで やったの何十年も前ね、そう、そう、お友達もいるんで、お店の宣伝しようかな、ケヘルっていうお店やってる、あ、ケヘル、はい、知ってますよ、あ、ケヘルね、水道町、ケヘル画材屋さん、あ、私の友達が、今ケヘルあっちに移りました、移りました、移ったの、はい、東区の方に、あ、そうなんですね、はい、大学もうずっと行ってました、ケヘル大学になるの、そうなんです、はい、同級生の同級生、大のマブダチ、そうなんです、ケヘル行くのがステータスだったですよ、何や、それで部屋のポスター買ったりしてました、そうそうそう、画材屋と、はい、あ、画材屋さんなんです、はい、とってもおしゃれな、あ、そうなんですか、ありがとうございます、こんなところでまた、ね、宣伝したよ、まーちゃん、盛り上がるね、なんかね、そういう地元のね、地元のやっぱ盛り上がるよね、ね、嬉しい、本当、うん、まあ、博多美君ね、まあ、元気になってね、頑張ってください、ね、ちょっと具合悪くないですね、俺もちょっと悪かったよ、血圧高くてさ、ね、本当ですね、心配ですね、いやでもね、大丈夫、今日はほら、オカリナ聞いたらもうそう元気になったでしょミキさんも元気ちょっと出してね、そうそう、本当ですね、うん、他ありますか、他あります、うん、かなおさん、としみさん、鈴木さん、そして本日のゲスト、はい、ブルーローズさん、こんにちは、こんにちは、清水です、清水さんね、あ、清水さん、はい、熊本出身の歌とオカリナのデュオ、はい、初登場、楽しみです、はい、今日はお天気もよく気持ちの良い一日ですね、はい、素敵なオカリナの音色と、はい、かなおさんの元気はつらつワオを聞き、うん、パワーをたくさんいただきますよそしてかなおさん、鈴木さん、魅力的な女性に囲まれて幸せドキドキな1時間ですねリクエスト、鈴木さんはさっきからマスクしてるから分かんないけども、ヘラヘラしてるねなんかそわそわしてるよね、ちょっと空気が違いますね、寒さを吹き飛ばす勢いで筑豊ブルースでも全て聞きたいので何でも OK です、なるほどね、皆さんコロナ感染も含め健康に気をつけて今を乗り切りましょうね、はい、ライブ情報もお願いします、はい、皆さんに お会いできる日を楽しみに頑張っている鈴木、じゃあ鈴木じゃないよ、鈴木佳代子この前も言ったの間違えた、うん、清水佳代子さん、清水佳代子さん、ありがとうございます、大変なね、手術、がんの手術もね成功して、今ね解放に向かっていますね、またねライブとかでお会いできることね、2月の、ね、5日行きますよ、ライブしますよ、南林間ハイダウェイが2月1日あとはね3月かな、うん、3月、とりあえず間近は ね、 ね5日ですから ね、ぜひね、バンドでやります、元気だったら来てください、2月5日は ね、 ね、よかったら来てください、はい、ということでですね、はい、オカリナ演奏いきますか、うん、はい、じゃあ
それではまたちょっと違う雰囲気のものをしましょうかね。オカリナってこう結構童謡とか唱歌とかの有名な、はい、そういうのも入れて童謡とかありますよね、はいはい、いるんですけど、まあちょっと私が思い入れがあった曲を入れてるんですけどね、そっちの方にはですね。なるほど。今日はちょっとそちらは CD で聴いていただいて、ちょっとイメージの違うものをやろうと思ってますけど、これ私言えないんだよな、ゆみちゃんに言ってくれる？これ大変なんですよ、タイトルが、ね、もう大変なんですよ、長いんですよ、メリーポピンズっていう、作品の中で魔法の言葉がそのままタイトルになってるんですけれども、やっぱり横文字がなかなか言いにくくて、私ももうリズムを取りながら歌にしてじゃないと言えないっていうタイトルなんですけど、練習してもらいました。いいですか、はい、ので、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリトーシャスっていうタイトルなんですよ。これ二度と言えないな。言えないんですよ私。なるほど。どこで切ればいいのかがわかんないんですけど。カリフラジリスティック。スーパーカリーで一回止めると言いやすいですかね。スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス。でまとめると言いやすいかもしれないです。願い事の言葉、そうです、幸せになれる魔法なんですけどね、はい、言えないから幸せになれない、ね、頑張って言えるように。じゃあちょっとそれを言ってみますか。はい、行ってみましょうかね、はい、行ってみます。なんかね、ちょっと最近いろいろもう精神的にこう毎日だったのがね、癒されちゃうね。これでもメロディー聞いたことありますよね。ありますよね、メリーポピンズ。なんかありますね。いやー、これなんか、なんだろう、幸せになりますでしょ。幸せに、やっぱ幸せになれるんだね。なりますよ、うまくできてますね。やっぱり幸せになるっていうのはさ、歌とか、音とかもあるし、やっぱ笑顔になれたりとかね、今こそもう活動のね、そうですよ、だから今こそ必要じゃない、必要なのよ、本当にそう思う。不要不急じゃないよ、そうそうそう、不要不急って言われたらちょっと心外ですよね。ね、冗談やめてほしいよね。そうそう、なんか気にしないって言っててもどうしても閉じこもっちゃったりするから、数でね圧倒されちゃうからね。だからなんかやっぱこう考えてみたらそんなすごくはないのよ、本当はね。だけどあんまり言っちゃうとまた、そうですね、個人個人で気をつければいい、だから心強く持って、そうだよね、免疫力高めるためにはね、やっぱり笑顔でね。そうだよね、やっぱりほらライブを楽しみたいとかって気持ちで行くとさ、元気になるじゃない、無理やりじゃない、風邪なんかもさ引かないじゃん、引かないって決めちゃべんな、ね、やっぱ山は引かないって引かないですね、本当にね、風邪はもう全く引かないです、引かないって決めちゃう。ということでね、お届けしました、タイトルは言えません、スーパーカリフジリティックエクスピアリドーシャス、はい、ああなるほどね、ドーシャスですね、はい、ドーシャスです、はい、スーパードーシャス、スーパー短縮系ですね、それいいかもしれないですね、ということでね、お楽しみいただきましたけどもですね、今後のまあその
お二人明日ライブはありますよね。明日とりあえず明日ね、成功していただいて、うん、明日はもう一度なんかあれ、あ、チラシかなんか、恵比寿のアートカフェフレンズっていうところですね。アートカフェフレンズ、はい、はい、駅から近いっていう、恵比寿ね、徒歩1、2分か、1、2分ね、出てますね、はい、まだね、あのお席あるからね、はい、ぜひいらしてください。昼間だからプラッと来て、ね、12時から12時半からですね、オープンですね、はい、ですね、多分ね、ランチもできる、はい、なんかお食事も美味しいって、あ、僕ね、あの伺ったことないところなんだけど、うん、なんか友達がなんかやってたでしょ、知り合いがね、としみさんのね、よく出てたところで、うん、あ、そうなんだ、うんうん、あのね、ぜひね、はい、あの楽しみです、私も来ていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、ということでね、生演奏って まだやります、なんか違う、まだやりますにどうします、お、僕、うん、僕はね、チクオブルースはリクエストあったんだけど、チクオブルースはちょっとオカリナのチクオブルースは面白いと思うけど、そういうのも大好きですよね、どうしていいか分かんなくて、だから俺さっき聞いたんだけど、キーがね、微妙に、例えばしゅんちゃんとやるとき、カナさんキーじゃあデーデーって言ってやったりするんだけど、オカリナってそういうあれじゃないみたいですね、微妙に、ね、ですね、メロディー楽器になるので、あ、そうですよね、だからその、ジョイントするっていうのはなかなか難しいの、いや、あの練習、そうですね、前もって吹き方でキーをこう変えたりするんでしょ、はい、そうですね、あのキーは変えないんですけど、はい、まあ、もともと穴開けただけのアナログな楽器になるので、うんうんうん、まあ、1日で吹けるオカリナとかよく CM ありますが、うん、吹けるんですけど、音程が正しい音程取れるのがやっぱりすごい難しい、うん、なんですね、なんか尺八とかもさ、うん、音程吹き方でね、うん、変わっちゃうんですよ、あ、それはそうだね、うん、ってやっ、それと一緒じゃない、うん、息の量ならではの、そうですね、うん、だ、そう、だからね、合う曲が、まあ、そうそう、合わせてくれる人だから、ギターとかだとこう、うん、じゃあ、なんか、バーンと出るけどね、そう、いいの、ブルースとかってこうね、うん、そういう風にはならないんだよね、メロディー楽器だからね、だからね、ちょっといろいろ考えたんだけど、ちょっと一緒に、うん、これちょっとやりますよ、やってみますか、なんか、ね、俺ふるさとの歌があるんだけど、あ、まあ、この番組のテーマにもなっています、うん、リバーサイドマイホームタウンっていうね、やります、これね、うん、ちょっと急だったら急にね、申し訳ないとは思うんですけども、あのこれ結構音程があれかな、まあでもやってみると、ちょっとやってみますか、うんうん、なんかみんな楽しみにしてるかもしれない、いや、これ初めてだな、ね、初めての試み、ね、心を合わせてみますもん、ね、そうでしょ、ね、はい、九州同士で合うんじゃない、はい、うん、成分が熱く燃えてますね、成分が一緒です、はい、成分一緒です、はい、多分血液検査で多分出ると思います、ね、同じ成分が、はい、ね、リバーサイドマイホームタウンやってみようかな、はい、お願いします、川が流れてる思い出が流れる春には菜の花があたりを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない、人の心が好きさ、福地の山に見る Riverside my hometown
祭りがある。懐かしき友がいる。忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。音楽の流れに住み、歌っててグッとくるよね。ね、花がこう咲いてる風景がね、あの菜の花がこう素敵ですね。本当に素晴らしいね。あのいやこれ難しかったでしょ今。急にね。もうすみません。お邪魔しました。本当に。いやなんかこれ音取るの難しいよね。いやね、素敵な曲。これ吹いてもいいですか、かなおさん。どうぞ。いやいや。勉強してもう一回出直します。吹いてください。ぜひ、ね、やらせていただきたい。素敵に、ね、いい曲ですね。本当、ふるさとのね、景色がね、お届けしましたけどもですね。ね、今日はね、フルローズの2人、はい、お越しいただいておりますけどもですね。どうしましょう。CD をかけますか、生演奏にしますか、もう一曲ぐらいなんかできそうですけども。CD かけましょうか。はい。CD いきますか。せっかくですので。はい、これ、7つの子にいきます。あ、何がいいですかね。あ、何でも大丈夫ですよ。そよ風ってさっき、ね、そよ風、はい、そよ風じゃないですか。あ、ごめんなさい、ね、そよ風いきますか、ね、はい、じゃあ、この、ブルーローズのCD の中からお届けしましょう、うん、テアゾーロミアの、ね、はい、中から、そよ風。今日があなたに届く。
ということでですね、これブルーローズのですね、CD の中から、そよ風を聞きながらですね、ね、あの綺麗な声でね、今お話ちょっと聞いたんだけど、お父様はね、歌手だった、歌手だったね、ね、ね、素晴らしいですね、やっぱりね、血があるんですね、そうなんですよね、ね、すごいね。ということで、なんか、ね、なんかね、うん、高橋勉さんから来てたんですけど、アトランタですね、アトランタ今夜ですね、素晴らしい、ね、ここアトランタは日本以上に感染者が発生していますが、はいはい、特に行動を制限する発令などなく、レストランバーは普通に営業しております、うん、もちろん空手道場も普段通り稽古してます、うん、なるほど、本日のゲストのブルーローズさんについては全く予習していません、うん、音楽魂の楽しみの一つは、うん、知らないアーティストを知るということ、なるほどね、今まで何にも知らないアーティストを音楽魂で知りフォローしています、真っ白な状態でブルーローズのサプライ、はい、サプライズを期待しております、なるほどね、ありがとうございます、ね、アトランタのね、ストーム高橋市販、ね、あのフロイダムから USA のね、ありがとうございます、いつも、ね、ということであっという間の1時間でしたけどもですね、はい、今日はブルーローズのお二人、お越しいただきました、はい、古城美奈子さんと、はい、上田恵美さん、はい、お相手は、はい、松下としみ、かなの後ろでございました、また来週お会いいたしましょう、 See you next time。優しい